ベベのセリーグ三強大激論スペシャル、ありがとうございます。今日特番をやらせていただきます、司会の笑福亭ベベです。よろしくお願いします。いつもはですね、私月曜日の10時半からベベの週刊スワローズというですね、スワローズの番組をやらせていただいてるんですけれども、今回初めてこの日曜日の枠で特番をやろうじゃないかということでやらせていただきます。僕だけだとあれですので、今日はですね、今季の1位2位3位の3球団のファンと喋っていこうということで、今日はですね、巨人のファン代表、そして中日ファン代表の方、お二人ゲストで、お越しいただいております。まずは巨人のファンの方からご紹介しましょう。今季5冠ですよ、巨人は五冠に輝きまして、もう完膚なきまでに、日本のプロ野球界を牛耳ったと言っても過言ではないでしょう。巨人ファン代表、ダムダムおじさんの二村さんです。お願いします。お願いいたします。どうもありがとうございます。いやー、堂々と堂々と入場させていただきます。堂々と入場しますわな、あんだけ買ったら。よろしくお願いいたします。はい、後でゆっくり話聞きたいと思います。はい、お願いいたします。さあ、そして中日ファン代表は、モデルの田中由紀奈さんです。どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。やっぱこの女の人が一人入るとね、だいぶ変わりますね、色も。はい、もう今日はピンクで可愛く着させていただきました。なんかもうつけてますけども、本当ですよね。中日の愛車のマスコットのドアラです。可愛らしいですね。可愛らしいですね。なんか二村さんもそんな帽子に高しい。もうそうなんです、もう気持ちよくね、気持ちよく今日はもう1時間半笑顔絶えないと思いますよ、僕は。そうですか、もうまあ笑顔絶えないでしょうね、あんだけ買ったらね、本当にね。今日はですね、なので、今年のセリーグの、はい、2012年ペナントシーズンを振り返りながらですね、まあ、お互い あのベストゲームなんかを語り合いながらね、でもプロ野球ここがちょっとおかしいんじゃないかとか、そういうことも語り合って、はい、最後はちょっと来季のですね、まあ、ベストオーダーですとか、そして、一番重要なのがですね、WBC があるんです。はいはいはい、そ、はい、の WBC のこともちょっといろいろ喋っていきたいと思いますので、はい、一つよろしくお願いします。これ酒飲みたいとこですね、本当ですね。ビール片手に語りたいと酒いるね、これほんまに。まあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、この3人で1時間半たっぷりと、セリーグについて語り合いたい、野球について語り合っていこうと思っておりますので、よろしくお願いします。 CM の後もよろしく。